め充電、急速充電、データ転送。もう普通のケーブルとはおさらばだ。1本で3役こなせる USB マグネット充電ケーブル、とても優秀です。こちらでございます。はい、マグネットケーブル完全回避してください。カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、Amazon さんから届きました。ありがとうございます。ざっくり言いますと、体でワンタッチ接続できて、急速充電、そしてデータ転送もできてしまうというですね、とても優秀な USB ケーブルをご紹介したいと思います。このチャンネルではですね、商品レビューをはじめ徹底的に商品の魅力を紹介する、主にレビュー系をメインとしております。では早速開けていきたいと思います。こちらでございます。これなんか裏側めっちゃかっこいいんですけど、中身見ていきたいと思います。USB ケーブルが4つ入っております。一番長いのが2メートル、そして 1.2メートルが2本、そして 0.5 が1本の合計4つの USB ケーブルが入っております。そしてこちらでございます。3タイプが3つずつ入っておりまして、合計9個も入っております。接続タイプはですね、 L コネクタ、C コネクタ、ミニ USB の3つとなっております。はい、ほぼこれで大体のコンセント網羅できるかと思います。一番短いものが 0.5 となっております。そして2本入ってる 1.2メートル、一番長いものがですね 2メートル、このたるむぐらい長いです。とても軽いですね。放熱効果に優れております。でこちらナイロンとなっておりますので、通常ですとこういったゴムタイプで結構ねじれたりするんですけども、しなやかで手触りがめちゃくちゃいいです。白だったら結構ね、汚れとか変色が目立つんですけども、こちらナイロン製のためですね、汚れや変色にとても強いです。断線に強く、絡みにくい航路となっております。それでは一つずつ探っていきたいと思います。こちらですね、1個開けていきたいと思います。中身は3つあるんですけども、全て一緒です。このような形となっております。接続端子こちら3つついております。今回こちら Android スマホでやっていきたいと思います。こちらとなっております。これをですね、この接続端子につけるんですけども、端子が一緒ですのでこちらをつけます。はい、パチッとなりました。あとはこちらを片手で、はいはい、様々なですね、電化製品を持ってきました。まずは、イヤホンですね。Bluetooth ワイヤレスイヤホン。はい、こちらの動画で紹介してましたので、興味がある方はぜひご覧ください。同じタイプですね。さっきのスマートフォンと同じですので、こちらを外します。ちょっと外すときは力いりますね。はい、取れました。こちらも、はい、つきました。使えますね。モバイルバッテリーを使ってやっていきたいと思います。はい、充電されておりますね。使えます。続きまして、体重計。こちらもですね、はい、動画作っております。これは多分ね、難しいと思うんです。ちなみに前回ですね、動画出したんですけども、その際はつきませんでした。あ、これもちょっとこの端子がこう埋め込まれているタイプなので、差し込みできませんでした。果たして今回はつくのでしょうか。 USB なのでこちらがつけばいけるんですけども、お願いします。つかないかな。お、つきました。つきました。こちらということは、これでおー、充電できます。いいね。今からつけておきます。続きまして、マグネットケーブルではつけることができなかったですね、くぼみタイプです。はい、 DJI カメラですね。果たしてつくのでしょう。いやー、厳しそうだな。こちらの端子ですね、果たしてくぼみなので、お、なんかもしかしたらいける。一応はまったんですけども、つくのでしょうか。お、つきました。ちなみにマグネットケーブル、いいところがですね、通常のスマートフォンだとしたらこれにね、ケーブルを挿すわけなんですけども、基本使っている時ってガードつけないじゃないですか。ただこれをつけることによって、はい、見てください、キャップ代わりになります。そしてですね、頻繁な抜き差しがない分、劣化を防止したり、チリやホコリから機器を守ってくれます。ありがとうございます。これこのままつけていきたいと思います。あとはプレイステーション4コントローラーですね。こちらは USB ですね。はい、つきましたね。充電することができ、はい、ですね。これでコントローラーも簡単に充電することができます。はい、これもこのままつけて使っていきたいと思います。あとは、Amazon Fire タブレット。こちらは、あ、前回の使ってますね。マイクロ USB ですね。
はい、パチとなりました。もちろんつきますというわけでですね、驚くべき結果です。監督がですね、今持ってきたものすべての電化製品すべてつきました。というわけでですね、まあ、全部が全部つくっていうわけではないんですけども、前回やった時はですね、なぜつかなかったのかと言いますと、丸いんですよ。ここが結構ぶつかったんですけど、今回は、はい、長方形となっておりますので、大体の機器は使えるかと思います。いいところ、メリットとしてはですね、何か重たいものを持っている時に iPhone なんですけども、USB を接続するっていうね、はい、つけるんですけども、これをね、見ないでやれって言われたらですね、はい。真面目にやってますかね。この辺でしょ？あ、やっと刺さりました。これをね、今回のこのマグネットだとすると、セット、見なくても、はい、着きました。これね、チリツモです。あとですね、夜にします。はい、というわけでですね、夜になりました。照明機材を全部消しました。あー、スマートフォンで見えないか、これ。こちらですね、わかりますか？かすかについてんですよ。ちょっと今ですね、このカメラの性能的に限界でですね、あ、これをアップにすればいいのか。アップにして、あ、見える見える見える。こんな感じです。うっすらと夜の時でも、夜充電しないとっていう時にピンポイントで接続することができます。ありがてえ。マグネットケーブル、いいところがですね、よくやるやつですよ。監督もね、撮影中にこの照明がもうコードがついててね、こうやって持ち上げてこうやってやるんですけども、見えてんのになんか引っかかるんですよ。わっ痛いよ、もう。ケーブルのコード刺さるの。ね、要するにスマホパーンですよ。経験したことない方って多分いないと思う。ケーブルに圧がかかってギュ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 ッパーンとね、紐に引っかかったコンセント側と、あとスマートフォンもパーンと飛ぶ。そして足をぶつける、物が倒れる、断線するというパターンですよ。このマグネットケーブルを使うことによって完全回避することができます。もうこれはね、皆さん今すぐマグネットケーブルに変えましょう。いや、この照明機材もさ、マグネットにできないよな。これコンセントだからな。誰か発明してください。お願いします。マグネットケーブルだからこそなんですけども、実は簡単に取り外しはワンタッチでできるけども、意外と抜けていたってことがあるのかというですね、どれくらいの力で外れてしまうのかというものをですね、今検証していきたいと思います。例えばですね、まあ、普通にね、この抜き出しなかなかね、普通だと外れないんですよ。こんな感じで、まだいける。おい、はい、これくらいの感じですね。スマートフォンサイズだと全然いけるんですよ。横方向とかどうなのかっていうね、こういう感じ。はい、弱いです。横からだと、はい、こういう感じになっちゃうので、これは正面からの力だとまあ強いんですけど、横からの打撃は弱いです。まあこれはね、さっきの転倒防止に関してはこういったことはあります。はい、続きまして特徴2つ目、どれくらい速いのかというわけで調べてきました。はい、結果はこちらです。はい、そこまで大きな差はないという結果が出ましたね。続きまして特徴3つ目、データ通信対応。というわけでデータ通信なんですけども、どういうこっちゃというわけでですね、例えばスマートフォンの画像だったり動画ですね、 Wi-Fi 使って送るって言ってのもあるんですけども、このケーブルを使って充電以外にもモバイバルバッテリーではなくパソコンの USB ポートに差し込みます。そうすることで写真のデータをパソコンに取り込んだり、また逆にパソコンからこのデータをですね、移動することができます。 USB 3.0に対応しております。はい、じゃあこちらですね、ナビトリミング動画というもの、399MB、動画にして 4K の映像が5分26秒、さあこれがどれくらいの時間かかってくるのかというものをやっていきたいなと思っております。ではこいつを掴みます。そして、はい、離しました。開始。はい、というわけでどれくらいなんでしょうか。はい、もう終わりますかね。はい、でん、通常の iPhone のケーブルで11秒かかりました。果たして急速充電はどれくらいかかるのでしょうか。やっていきたいと思います。はい、高校ですが、はい、マグネットケーブル挿しましたので、やっていきたいなと思います。いきます。離しました。開始。さあ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 、どうくんのか。はい。12、まあ、ということは1秒差ですね。もうそこまで変わりません。
そしてこちらですね、内蔵スマートチップで電流を賢くコントロールします。過電流、過電圧、過充電、過熱、こちらを防止してくれます。先ほどの使わない時はこちらをセットして一箇所にまとめておくことができます。ここ見てください。はい、ケーブルを挟めてしまうこと、そう簡単に外れなくなります。あ、これ使えない、また別の機器を使う時に、あ、 USB だ、外して新しい機器とか買ったら、こうやってストックすることによって別々に持ってたらさ、大体さ、あれどこ行ったってなりますよね。めちゃくちゃ便利。これにつけることによって紛失することがなくなります。めちゃくちゃありがたい。というわけでですね、マグネット充電ケーブル紹介させていただきました。最新の iPhone から古い iPhone まで、こういったゲームコントローラー、カメラ、電子機器、イヤホン、タブレット、VR ゴーグルとかですね、この3つの端子で接続することができます。3つ組み合わさったものが3つ付いておりまして、合計9つの接続端子が付いております。片手1本あれば、はい、つなげることができます。めちゃくちゃ便利です。まあ、外すときもね、もう横からチョップすればもうすぐ外れます。手の不自由な方ですとか、視力が悪い方やお年寄りやお子様にもですね、かなり活用できる。もうその日からもうすぐ使えますので、特に説明書もなくですね、もうワンタッチでもうポッてつければもうすぐ使えますので、持ってない方はぜひこの機会に購入してみてはいかがでしょうか。今回監督ラボをご覧いただきましてありがとうございます。今この動画を見ている方、詳細はですね、概要欄に書いておりますので、ぜひご覧いただいてお安くゲットしちゃってください。というわけでですね、多機能 USB マグネットケーブルご紹介させていただきました。このチャンネルではですね、これがいいやと思った商品ですとかをレビュー系を中心に動画を出しておりますので、今後もですね、いろんないい商品を皆さんに紹介していきたいと思いますので、ぜひとも今後も監督ラボよろしくお願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。こうね、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よし。仕様を調べてみますと、はい、こちらですね、スマートフォンの顔ですね。これね、チームをつまめる。いや、ちょっと、いや、引っかかんな。めちゃくちゃ強度引っかかる。これ大丈夫ですか。ただ正面の力によるイエスな感じだよね。